2022-23 ヨギボーウィーリーグ第8節、千葉対浦和です。まずは浦和、後半得点シーンです。左サイドから中に入れて島田、左足のシュート。猶本から島田、左足見事に振り抜いて1対0、浦和が先制です。その後、後半は浦和の猛攻が続きました。遠藤から菅沢、遠藤のシュート、クロスバー、惜しくもクロスバーでしたが、遠藤2試合連続ゴールとはなりませんでした。そして2点目です。フリーキックのシーン、中に入れたボール、菅沢、そして最後は安藤、菅沢のボールをダイレクトで右足ボレーシュート、鋭いシュート突き刺していきました。これで2対0、安藤梢2試合連続ゴールです。一方の千葉です。53分、抜け出した大沢、大沢からシュート、ただここは福田、惜しいシーンとなりました。一方浦和も3点目を狙いに行きます。直本から清家、足元よく抑えました清水。浦和育成年代の同期対決、清家対清水。さらに千葉です。コーナーキック、一ノ瀬が合わせていきましたがゴールならず。なんとか千葉もホームで猿沢監督最後の試合1点を返しに行こうとしましたが、千葉対浦和、見事に浦和の勝利です。